2球目打ちました。伸びていく、どうだどうだ、ヒットになった。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。さあ、そしてバッターボックスにはオコエが入ります。さあ、追い上げのチャンスを迎えています。打ちました、痛烈な打球、入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。1点差に詰め寄る一発となりました。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。ジャイアンツが追い上げます。4対3、鮮やかなホームランを見せてくれました。これで1点差まで詰め寄りました。さあ、まだ諦めるわけにはいきません。ここで追撃のホームランが飛び出しました。まあ、この1本がきっかけになってくれればいいですよね。まだまだ諦めてはいけませんよね。これで1点差に迫りました。カープ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手のターニー。バッターボックス吉川。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。インサイド変化球決まっています。2球目は何で来るか。高めのボール打ちました。左中間へ打球伸びる。末永抑えてスリーアウトチェンジです。しかし、この回ジャイアンツ点差を縮めていきます。8回終わって4対3、ジャイアンツが1点差まで追い上げました。9回の表です。7番から始まるカープの攻撃。堂林がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターへ打ちました。中田アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の相澤。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。最初は変化球できました。ボールになります。まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんね。高めのボール破りました、センター前。これがチーム10本目のヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。ご覧いただいています、ここはうまく打ち返されてしまいました。さあ、ここでカープダイソーを送ります。矢野ファーストランナーに入ります。秋山打席に入っています。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何で来るか。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗。ランナーの進塁を許しませんでした。いや、これは見事な送球でしたね。キャッチャーよくさせてくれましたね。はい、ランナーはいなくなりました。いやー、本当に助かりましたね。はい、そうですね。キレがありますよね。はい、変化球が決まっています。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これが4球目。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回カープ結局3人で攻撃を終えています。4対3、1点リードはカープです。カープ、9回の裏カープが守りを固めます。ただいまの回ダイソーの矢野、そのまま入る。ジャイアンツ最後の攻撃になります。バッターは長野。今日はまだ当たりがありません。前の打席はいい当たりだったんですけどね。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。打順は4番中田。今日はまだ当たりがありません。
前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね、期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。高め外れました。切れてますよね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。打ちました。いい打球だ。伸びていく。どうだ。ライト見送った。同点のソロホームランです。ジャイアンツこの終盤試合を振り出しに戻す大きな一発となりました。同点に追いつきました。ジャイアンツ4対4。鮮やかなホームランを見せてくれました。土壇場で試合は振り出し、一気にサヨナラとなるんでしょうか。ご覧いただきましょう。見事なホームランでした。いやー、ライト方向に持っていけるのが素晴らしいですよね。最終回意地で同点にしてきました。さあサヨナラはあるんでしょうか。打順は5番丸。ジャイアンツ土壇場で同点としています。赤星さん、ここからですね。そうですね、まあ流れはいいと思いますから、このまま試合を決めてしまいたいですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。これが2球目。変化球タイミング合いません。3球目は何で来るか。変化球打った。破っていく。センター前、センター前ヒット。これでマルチヒット。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。やっぱりね、バットコントロールがものすごくいいですよね。打席には6番バッター坂本。先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。ああそうですか。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。さてこの坂ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球、二塁タッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。赤星さん、盗塁は失敗してしまいました。ここはランナーは動かずバッティングに。スタンドファウルボール。レフト線、これは大きい。フェアグラウンドに落ちた。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。いやナイスバッティングですね。うまくバットが出てましたよね。さあそして打席には岡本が入って、ここで申告敬遠を選択。勝負を避けました。バッターは一塁に向かいます。バッターボックスには代打の重信。さあ球場内が大いに盛り上がってまいりました。赤星さん、大きな山場を迎えましたね。まあベンチも勝負に出てますから、ここで決められれば最高でしょうね。そうですね、この大きな期待に応えたいところです。まず何を投げてくるか。まず際どいコースをついてきました。
ここは見送ります。これが3球目。外のボール打った。さあいいところに飛んでいる。掴んでスリーアウト。なんとかサヨナラのピンチを切り抜けました。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点が入りました。9回終わって4対4、ジャイアンツ同点に追いつきました。1点もやれない場面での登板となりました。ジャイアンツの守護神、はい、きっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。野間がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。いやアウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。そうですね。ジャイアンツ同点でこの回を迎えています。さあ2球目は何か。ファウルになります。ツーストライクです。アウトコース外れます。これもファウル。インサイド打ち上げました。左中間に上がった。レフト掴んでワンアウト。打順は2番菊池。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。さあ守護神、はい、カープ打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうでしょうピッチャーの状態は。今日は良さそうに見えますけどね。なるほど。さあまずはこのイニングをしっかり抑えたい。さあ3球目は何か。ていきましたが三振。バッターは3番西川。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。ツーアウトランナーありません。インコース見送ります。あっという間に2ストライクです。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。この回カープ3人で攻撃を終えています。4対4同点です。10回の裏ジャイアンツの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。トネがマウンド上に上がっています。接戦の中でのリリーフ登板。10回の裏ジャイアンツは代打を送ります。バッターボックスには代打の松田。さあ赤星さん、ここは何を期待されますか。まあランナーいませんから、ここは当然出塁することを考えなくてはいけませんね。そうですね。この起用に応えたい。アウトコースボール。センターへ、いい当たりだ。ここはフライになっています。抑えてワンアウト。打順はトップに帰ってオコエ。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、はい、今日はバットが触れてるんで、ここも期待したいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。いいボールが行きましたね。インローへキレのある変化球が決まっています。ノーボールツーストライクです。
チェンジアップは入りません。さあ勝負してくるのか。ジャストミート、フェアか、フェンスダイレクト、ライト線へのヒット、これでマルチヒット。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。やっぱりね、バットコントロールがものすごくいいですよね。さあ一塁にサヨナラのランナーを置いています。バッターボックスには吉川。ここは思い切ってエンドランを仕掛けてみたいですね。さあランナーをどう生かしてくるか。